言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。どうぞ。はいはいはい、13号室ね。この部屋はですね、カバーですね。カバーですね。カバーでデザインじゃなくてカバーですね、はい。だからこれもやっぱりちょっとアフリカンリゾート。そうですね、一応サファリリゾートをイメージしております。で、各部屋によってコンセプトが変わってくるような形でして、でこちらはレトロゲームですね。80年代のレトロゲーム。これ無料なの？そうですね、はい。何があるの？まあ、メジャーなところで言うと、まあ、インベーダーゲームだったりとか、うん、あとパックマンだったりとか、うん、あとストリートファイターっていうのが楽しんでいただけますね。ここで緊急企画。俺ね、小牧の名古屋内役ちゃんって言われたんだよね。すごい。これ懐かしいなぁ。腕鈍ってるな、この出てくる。これ一番下まで来たら負けだからね。これ流行ったな、これ。ピーって下に落とすやつもあるんだけど、これ確か あったな、あったな、ね、あ、そうだそうだ、はい、思い出した。そういうことだね。はいはい。ホイケ君たちはこれ生まれてないだろ。ギリギリわかる。ファミコンであったであった気がしますね。俺らとかゲームセンターでしかなかったな。ゲームセンター、そうですね、懐かしいですよね、このゲーム。ああ、2760点。最低スコアでしたね。はい、というか、この部屋めっちゃこでかいテレビじゃない、これ。そうですね。なんでこれ。ですね、うん、枠が。あ、大きいの。そうですね、はい。じゃあこの部屋の、合言葉、はい、全部お食事したり何とかでして1万円でも半額ぐらいになるってことだよね。そうですね、はい。かなりお得な割引になってます。で、制限なしでしょ。制限なしで、すごいです ね、はい、ね、言ってくださいね、うち の音声の村尾が並んでたら。はい、というわけでね、こういう懐かしのゲームね、いろんなゲームありますけども、一応ゼビウスやってみました。はい、はい、今回のね、テーマはゼビウス。ゼビウスで行きましょうか。はい、はい、と言っていただければ割引の方いたしますんで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。